皆さんこんにちは。僕はですね、アメリカの国内線ユナイテッド航空を利用してアメリカの本土ロサンゼルスからハワイホノルルに向かっているところです。前回の動画の続きになるので、詳しくはまず前回の動画見てほしいんですが、今回ねユナイテッド航空でホノルル到着した後1時間半の乗り継ぎを経て ANA ですね、同じスターアライアンスの ANA のフライングホノルに乗り換えて日本に帰国する予定でした。ただ今回なんですけども、ユナイテッド航空の都合による遅延ですね、今2時間以上遅れてるんですけども、これが理由でハワイホノルルで ANA 便に乗り継ぐことができなくなったんですよね。で今回に関しては不可抗力による遅延、例えば天候による遅延とかそういったわけではなく、もう完全にユナイテッド航空の都合による遅延なんですよね。フライトプランを作り直すという理由で遅れてるんですけども、なわけでですね、今回ユナイテッド航空からいろいろと保証を受けることができます。そういったのをまとめてね、急遽なんですがホノルルで1泊することになりました。ホノルルではもう帰れないということで、その後の ANA 便もないので、翌日の、ね、ANA のホノルルに乗って、日本に帰国することになったんですよね。なので、今回こういった場合ユナイテッド航空はどういう保証をしてくれるのか、そういったのをちょっとまとめていこうと思います。とりあえず無事にハワイホノルルに到着できそうなんで、ホノルル到着した後からですね、動画また回していくんでよろしくお願いします。ゆっくりしよう今日は。ロサンゼルスから7時間かかりましたね。結局機内待機の時間も含めると無事にハワイホノルル井上家ダニエル空港に着きました。いやお疲れ様でした777、飛行機の不備ではなくてフライトプランの変更だったんで、この飛行機自体は特に問題ないですね。 G の1番スポットに到着、急遽ですが今からねハワイに1泊滞在することになります。では外に出るんですが、ハワイに関してはアメリカです。なので入国手続きとかねそういったのは特にありません。このまま普通に出口に向かいましょう。でですね、バウチャーなんですが飛行機乗ってる間にメールで送られてきました。であとユナイテッド航空のアプリからも確認することができます。今までだとねだいたい空港着いたらカウンターに行ってそこに行列に並んででバウチャーを出してもらうとかねそういう流れが多かったんですが、ユナイテッド航空2023年よりねアプリやメールでバウチャー発行してくれるんですよ。これめちゃくちゃ便利。ユナイテッドってアプリもかなり使いやすいし結構進んでるんですよね。で今回航空券なんですが ANA で発券しています。ただし、スターアライアンスの航空会社ということで ANA で発券された場合予約番号というのが出ますよね。でその予約番号をユナイテッド航空のアプリで入力して進めていくとユナイテッド航空のアプリでも、その予約情報をいろいろ確認したりすることができるんですよね。実際に航空券の変更とかに関しては今回 ANA から予約しているので ANA を通してやる必要があります。でさらに旅行会社を通して予約している場合は、旅行会社を経由してね航空券の変更とか予約便の変更ってする必要があるんですが、バウチャーとかこういったのに関してはユナイテッド航空のアプリからすべてね見ることができるんですよね。今乗ってきた飛行機は左に止まってるトリプルです。デルタ航空、日本航空の飛行機も止まってますね。日本航空羽田行きも16時台ぐらいにあるのかな、結構遅めに設定されています。ハワイめっちゃ気持ちいい。これ空港外なんですよ。ここ歩いてターミナルの方に向かうことになるので、もう風が気持ちいいわ、最高。やっぱハワイっていいよね、なんやかんや言いつつも、分かるわハワイ好きな人が多い理由、めっちゃ気持ちいいもん、制限エリアの外に出ましてちょっと出発のフロアに上がってきました。こちら ANA のチェックインカウンターがあるんですが、もうすでに羽田行きのチェックインというのも全て締め切ってるんで人誰もいないですね。まだ明日ここに来ることになります。で今回僕は預け荷物なかったのでかなりスムーズに出てこれてます。これもし預け荷物がある場合ロサンゼルスから成田までスルーで荷物行けるんですよね。なのでここで一回打ち止めする必要があるので、
そういった場合はちょっと面倒くさいかな。スタッフの方に言って荷物回収しないといけないので、それだけを忘れないようにしてください。荷物回収し忘れるとちょっといろいろとややこしいことになります。僕は今回なかったんでそのまま外に出てきています。で、あとですね、今回ユナイテッド航空がまあ保証してくれるわけなんですけども、僕は乗り継ぎがあるから保証してくれます。乗り継ぎがある予定だけども乗り継げなかったからという理由で保証してもらうことになってます。で、一応調べるとね、ユナイテッド航空は60分以上の遅延の場合は何かしらのミールのバウチャー券とかそういったのをくれるみたいで、今回僕はもう明日の便にやむを得なく振り替えとなったので宿泊も無料でさせてもらえることになりました。で、さらにですね、この最低乗り継ぎ時間っていうのがありまして、これ国内線でもあるんですけども、今回は同時に航空券発券しているんですよね。この空港で乗り換える場合は最低何分以上の乗り継ぎ時間がないと乗り継ぎは保証しませんよっていう最低乗り継ぎ時間っていうのがあるんですけども、これもねしっかりとクリアしておく必要があります。もしこれクリアしてなかったらホテルの保証とかね、そういったのは多分なかったと思います。なのでその辺は注意してください。まあ、基本的に2時間見てたらいいかな。今回僕1時間半だったんだけど、これでも一応ね最低乗り継ぎ時間はクリアはしているんですよね。1時間29分なんだけどもね、はい。まあ、大体まあ2時間以上は見ておくといいんじゃないかなと思います。で、今回なんですが、ユナイテッド航空が僕に提供してくれた保証内容なんですが、まずホテル1泊分です。で、あとホテルで使えるミールのバウチャー券ですね、これが45ドル分なんで、だいたい日本円に換算すると8000円分ぐらいになります。今1ドル160円なんでね。さらにですね、今回ホテルワイキキビーチのところに予約してくれてるんですけども、そこまでの往復のリフト、ウーバーみたいなライドシェアになるんですけども、こちらのクーポン券ですね、往復、まあ、今日ホテルまでの分と明日ホテルから空港までの分、これも、もらえてます。この3点セットですね。で、今から行くホテルなんですが、だいたい1泊、ね、6万円ぐらいするホテルになります。めちゃくちゃいいホテルなんだけども、四つ星のね、そちらのホテルを今回手配してくれるということで、そんないいホテル手配してくれていいのって感じですけども、まあ、ユナイテッド航空がくれたんでね、遠慮なくそこのホテルに今からリフト使って向かいます。リフトの呼び出しが完了しました。アプリにリフトの、ね、クーポン送られてくるので、まあ、そこからクリックしていくともう簡単に予約できます。レベル2、2階から出発するみたいですね。ロビー8のところに迎えに来てもらいます。まあ、今回ね、そのカウンターで人とのやり取り一切ありません。全部もう携帯の画面でバウチャーとかも完結するので、これめちゃくちゃいいわ。まあ、めんどくさい列に並ばなくていいっていうだけでノーストレスですね。で、ホテルのチェックインに、まあ、そのまま通常通り向かって、ホテルのチェックインするときにバウチャー見せるだけで OK みたいです。はい、ということでリフト到着するの待ちます。だいたい30分ぐらいかかりそうですね、ここからワイキキビーチまで。もうそろそろリフト来ます。結構待ちましたけどね。暑いな。それにしてもハワイ、ロサンゼルスよりもやっぱ暑く感じますね。ワイキキリゾートのホテル結構久々だな。まあ、ハワイ自体は僕6回目7回目とかそれぐらいなんだけども、前回来たのはそれこそホヌで来た時ですから、あれだいぶ前よね。もう1年以上前ですわ。久しぶりのハワイです。グラブ乗れました。グラブじゃないわ、リフトですね、乗れました。ウーバーやグラブと全く同じような使い方ですね。アプリ入れてるとね、運転手が今どこにいるのか、そういった情報もわかります。では一気にワイキキリゾートまで行きましょう。ワイキキビーチですね。だいたい30分ぐらいかかります。前回ハワイ来た時は天気悪かったんであれだったんですけど、今日はめっちゃいい天気ですね。ちょうどいい晴れって感じ。でもやっぱり遅延とかしたりするときはあれだよね、航空会社自家予約で予約しててよかったなんて思う。トリップドットコムとか、ああいった OTS サイトで予約するよりも、もし旅行会社経由とかで予約してると便の変更とか、まあ、旅行会社経由しないとできない場合もあったりするんで、航空会社からはいじれないっていうパターンで、まあ、そういったことを考えると LCC だとあんまりね、基本的に保証とかも大してないので何でもいいと思うんだけど、フルキャリアに関しては自家予約っていうのがやっぱいいなって改めて思いました。疲れたんで、まったり景色見ながらワイキキまで移動します。というわけで着きました。アウトリガーワイキキビーチリゾートホテルですね。こちらに今回一泊お世話になります。もう本当目の前海ですからね、まさかこんなとこ泊まることになるとは夢にも思わなかったんですが、今日一泊ね世話になりましょう。てか日本人全然いないけどめちゃくちゃ観光客多い。ちょっとしんどいね申し訳ないけど人が多すぎる。
もう今日はもうゆっくりしようと思ってます。まあこの辺なんですけども、いろんなお店あります。もうハワイっぽい食べ物とかもめちゃくちゃありますけども、はい、もう目の前がインターナショナルマーケットプレイスなんで、もう本当ど真ん中ですね、ここワイキキの中でも超立地のいい場所に宿泊することができます。はい、というわけでチェックイン完了しました。はい、であのクーポン券ミールのバウチャーに関してはあえてレストランとかでね使えるみたい。まあ合計45ドル分なんで、まあまあまあ一食足りないぐらいかな、足りないかもしれないね、物価高いんでハワイ。はい、ということで部屋行こうか。203号室ですね。で一応ねプレミアムって書いてたから書いてたんですけど、スターアライアンスゴールド持ってるからこのいいホテルにされたんかな。他にも多分ユナイテッド航空提携してるホテルあると思うんで、もしかしたらスターアライアンスゴールドとかステータスなかった場合はもうちょっとランク下のホテルになるかもしれません。あと逆にファーストクラス利用してる人はもっといい、まあ、それこそヒルトンとかああいったホテルになるのかもしれないですね。ちょっとその辺は分かんないです。はい、ではちょっと部屋行きましょう。もうちょっと疲れた。部屋の方まで来ました。今回203号室なんで、まあ、低層階にはなりますね。入るとすぐに洗面台やあとトイレ、ユニットバスですね、バスタブになっています。2人部屋なんでタオルも2セット用意されていて、いいねベッド綺麗ね。で部屋めっちゃ広いわさすがアメリカハワイのホテルだなって感じがしますけども、まあ、低層階でオーシャンビューではない、まあ、一応ギリ海見えるけど、ああ電話来た、ちょっと出ようか。というわけで電話対応も終わりましたが、部屋こんな感じで広々していていいですね。はい、でまああのテレビもめちゃくちゃでかい、まあ、ちょっとね古さはある、一応なんか2010年代とかに改装はされてるみたいですけども、まあ、2000年以前からあるホテルなんで、まあ、古さはあるけど、まあまあまあ全然綺麗なんでいいです。日本人の方も結構泊まってるよ、うん、フロントのところにいたわ。で、まあ、ワイキキのホテルって大体あるけどね、これねバルコニー、もっと高層階だったらね、そらもちろん景色もいいし海もちゃんと見えるけど、まあ、こっからは一応ちょっと見えるかなって程度かな、はい、まあまあもうただで泊めてねもらえるので全然いいです。これでも1泊6万ぐらいしますからね、ほんと高いよハワイホテルね。はい、ちょっともう本当疲れた。はい、ちょっとだけあのゆっくりします。はい、でも今ね時間が3時半とかなんですけども、まあ夕方ぐらいにちょっと涼しくなったらね外歩いて、まあ、せっかくですからワイキキビーチも目の前にあるんで見に行こうか、そんな風に思ってます。あれからですね結構寝てまして、おはようございます。もう今ね夕方ってかもう夜7時ですね。一応日の入り7時半ぐらいなんで、そろそろ日も沈もうとしてる頃です。一応ホテル前のプライベートビーチではないんですけども、ワイキキビーチに来ていますが、そんな温度高くないけどね、みんなよく泳ぐわ。でもいいね、これこそハワイの景色ですよね。ちなみに今日泊まってるホテルはこれですね、左の建物になります。もう目の前が海なんでよきよき、ほんと人多い。でも日本人の割合はかなり少ないですね、うん、2割いない1割とか1割いないかな、そんなもんですわ。年配の方が多いかな、日本人は、うん、おじいちゃんおばあちゃんの団体旅行って感じの方が目立ちます。まあ6月なんでね、うん、しゃあないよね。いやまあいいや、この景色いいね、ハワイじゃん。やっぱ改めて思うけど、ハワイは一人で来るところじゃないね浮く、めちゃくちゃ一人で来てる人間は。まあこの波の音を聞いてボーっとすんのもこれはこれで結構いいんじゃないでしょうか。また明日の朝もちょっとここで一人で瞑想しに来ようかな。朝多分6時台とかに来ると全然人いなくて結構シーッとしててね、いいんじゃないかな。まあ、憧れハワイの海なんですが、まあ、こんなこと言うのもあれですけども、海自体はねそんなに透明度がね高いわけでもないです。あの全然沖縄の海とかのが、まあそれは当たり前なんだけど綺麗ですよね。まあでもねやっぱいいよハワイっていうのは。一人で来るとこじゃないけど虚しいよ一人だと。一人でいる人なんていないもんね、これパッと見た感じ。みんなやっぱグループだもん。ちょっと寂しいけど、まあ、でもねいいところだと思う本当に。まあ、ハワイね結構定番の海外の観光地になるので、まあ、なかなかね好きな海外はって聞かれて、まあ、結構海外旅行行く人はハワイって答えないのは答えないですけども、まあ、多分ハワイとかハマるともうここばっかりでいいやってなっちゃうんでしょうね。日本語も結構通じるし、で海外感も全然あるしさ、なんやかんやでハワイって本当にいい場所なんだなってちょっと今回改めて気づかされてるわ。やっぱあの着陸する前の景色とかもやっぱ綺麗し、
到着してからもやっぱテンション上がる、うん、ほらちょうど飛行機離陸していってるわ。あれもなんかボーイング717とかなんじゃないかな。ハワイでは717結構まだまだ飛んでますからね。お、なんか船が帰ってこようとしていますね。もうこの景色見ただけでもね、もう今回ハワイ満足です。どうしようかな、何食べようかな。ポキ丼とかでも食べてもいいかなと思ってるんだけど、ちょっと考えますわ。まあ、せっかくですからね、ハワイっぽいもんやっぱ食べたいですもんね。でもあのレストランはホテルの中でバウチャー使わないといけないんですけど、ちょっと外でもちょっとお金使いたいですよね、せっかくですから。いいなぁアクティビティ。ちょっと今年の夏はあれだね、友達とかと会場アクティビティとかしたいですね。これこっち来るね、避けよう。ビーチを離れて道路側の方に行きました。もう目の前がですね、さっきもちらっと言いましたけども、インターナショナルマーケットプレイスがあるんですよね。まあ、いわゆるそのショッピングモールみたいなところです。ワイキキを代表するショッピングモールでして、もういろんな店あります。中に食事することができるね、店とかもいっぱいあるんだけども、まあ入ったとてなんですよね。どうしようかな。まあ、買い物とか別に今回する予定も特にないので、まあ、いやちょっと待ち歩こうかな、ブラーっと歩こうかな。でなんか良さげな店あればちょっとそこで軽く食事しようと思います。で今もうレストランめっちゃ混んでるんですよ、ホテルの、まあ、ホテル外のレストランもラッシュだから混んでると思うんだけど、うん、まあ、ブラーっと歩きますわ。ちょっとね、ちょっと一本ですね、裏路地入ったところにあるこちらのお店、アロハテーブルっていうお店なんだけど、ちょっと雰囲気良さげよね。ちょっとここ入ろうかな。ロコモコ食べたなってきたな。はい、ちょっとこちらめっちゃいい匂いするんだよ、店の前。ちょっとここで食べようかなと思います。ここはね、あのバーチャー券は使えないんだけど、クレジットカードの保険で海外旅行保険適用できるんで、まあ、ただになります。はい、これだ、アロハテーブル。あ、めっちゃもうめっちゃうまそう、やばい。ちょっとここにします。あ、混んでるな、混んでるわ。まあいいや、並ぶか。うん、多分どこ行っても一緒なんで、今めっちゃ一番レストランとか混む時間帯ですからね。まあ、ここで軽くロコモコ食べて、でホテルでまたちょっと食べましょう。うん、店内入りました。結構待ったんですけどもね、無事に入ることができてます。でこれね、右がハワイのなゴールデンのエールビールかなになってます。すごく飲みやすい、ちょっとクラフトビールっぽいけどね。でこれ左の飲み物なんだけども、店員さんがオーダー間違えたみたいで、ブルーハワイみたいなジュースですけどもね、もうサービスでいいよということでくれました。ありがとうございます、ぼっちに優しい。でお目当てのロコモコがこちらですね、プレミアムロコモコなんですが、チーズトッピングしています。これでチーズトッピングも合わせて25ドルですね。でビールと合わせてだいたい33ドルぐらいになります。まあでもハワイでこのぐらいの金額だったら、まあ別にも高くないよね、そこまで。日本円にするとまあ4000、まあ高いか、4500円って高いか、十分高かったわ、全然安くなかった。はい、ちょっと今回あの保険でね、ありがたく無料でいただくので調子乗ってますね、はい、すいません。ということでめちゃくちゃうまそう、ロコモコ最高。なかなか日本でロコモコ食べないからね、ほんとハワイ来た時ぐらいじゃない食べんの。ポキ丼とちょっと迷ったんだけども、ロコモコにしました。はい、ということでいただきましょう。いやもうね、お腹いっぱいですわ。思ってた以上に量多かった。さすがアメリカだ、アメリカサイズでしたね。隣クラブかな、めちゃくちゃ賑やか。もう今の時間なんやかんやでもう8時半なんですよね、だいぶ遅い時間帯です。うわー、腹いっぱい、どうしよう、ホテル戻ろうかな。はい、ということで、本当にあのこの店日本人の方にもかなり人気みたいで、お客さん多かったですね、日本人観光客の方も、うん、まあ、カップルが大半、まあ、中には新婚旅行でね来られてる方もいると思います。ご結婚おめでとうございます。はい、ということでホテル帰りましょうか。あ、ちょっといい感じにほろ酔いになってんね、すきっぱらにビール飲んだんでちょっと酔ってるのかもしれない、若干。いや、うまかったな。よし、しかも今回保険でタダですからね。そう、日本帰ったらちゃんと手続き忘れずにやらないといけない。うん、やっぱいいね、無料っていいですよね。はい、いい言葉だ、無料大好き。まあ、タダより怖いものはないってよく言いますけども、やっぱいいよタダは。あ、 ABC ストアがあるね。まあハワイといえば ABC ストアですけども、まあいいや、特に買いたいものもないし、まああとは明日までゆっくりとするだけです。もうこのハワイホノルルに関しては治安の心配はもうする必要ないです。まあもちろんね、気をつけることに越したことはないし、一応アメリカっていうことはね覚えておかないといけないんだけども、
僕ハワイ、まあ、6回ぐらい来てるんだけども、今まで治安悪いなと思ったことは、まあ、一度もないです。もう今この夜の9時前ですけども、全然人通りが多いですよね。まあ、昨日までいたロサンゼルスとは全然違う。いやー、いいっすねハワイ。まあ、去年ねグアム行った時の動画出したと思うんだけども、やっぱグアムとハワイって全然違う。まあ、正直言ってグアムってね、まあ、コロナ禍でさらに拍車かかったと思うんだけども、結構廃れてきてると思うんですよ。メインストリートだってね、もう営業してない店がちらほらあったりして。でもハワイはね、やっぱそんなことないわ。全然いくら円安と騒がれようが、やはりハワイに来る日本人っていうのはかなり多い。今日昼間は日本人あんま見ないなと思ったけど、夜になってね、ちょっと日本人の数も結構増えたなって感じがしますね。あ、そうだ、ホテルでのバウチャー、ミールクーポン忘れてたら、どうしよう、もう腹いっぱいなんだけどね。まあまあまあ、うち無理して使う必要ないからね。まあいいや。まあ明日の朝食で使いたいところではあるんだけど、まあ明日すぐね日本帰りますけども、もうもちろんハワイホノルルにはですね ANA のラウンジがあるので、まあそこで食事楽しみたいんでね、別に朝食にクーポン使うってこともなく、まあまあいい、いいよね。まあ別に無理して使う必要ないわ。うん、食べたい分だけ食べて、飲みたい分だけ飲めばいいんです。ホテルに戻りまして、ホテル2階のですね、まあ、小さいレストランみたいなところに来ました。まあどっちかというとお酒飲むようなお店ではあるんですが、別にお酒以外もね提供しています。今回カウンター席に座ってるんですが、ここユナイテッド航空のバウチャー使えるので、ちょっとこちらでデザートを食べようということでね、飲み物がこれレモネードのスラッシーラッシーですね。まあ凍らしたドリンク、まあ、に風味をつけた、まあ何ていうのシャーベットみたいなもんかな、言うたらレモネードということで、めちゃくちゃうまそう。レモンも添えてくれてます。で、本日のデザートはケーキですね。チーズケーキ、まあ、ココナッツもちょっと入ってるんだけどもね、ココナッツ風味のチーズケーキといったような感じでしょうか。これ合わせて20ドルですからね、もう普通に高い。20ドル日本円にすると3000円ですよ。まあ、ホテル代ということもあって値段は高くなってるんだと思うんですけども、まあ、今回はユナイテッド航空のバーチャーを使うということで、これ無料でいただきます。いや、マジでありがとうユナイテッド。おはようございます。あれからですね、あのワイキキビーチとか夜のワイキキエリアで YouTube ライブをですね1時間ほどしていたんですが、その後ね動画撮るのすっかり忘れてね、普通に寝てました。で、今4時間ぐらい寝て、まあ、パッと起きたんですけども、今の時間が朝6時半7時前ですね。まあ、今日も今日とてハワイホノルルはいい天気です。まあでももう残念ながら今日日本に帰らないといけないので、まあ、この後ですね朝風呂パッともう一回入って、でそのままちょっとワイキキビーチ最後もう一回行こうかな。人少ないと思うので朝の時間帯もね、でちょっと海の風を感じて、まあ、空港の方に戻ろうかなと思っております。で、まあ、朝食もですね、まあ、あと15ドル結局ユナイテッド航空がくれたミールバウチャー残ってるんで使っていいんだけども、まあ、昨日も言いましたが ANA ラウンジっていうのがハワイホノルルにはありまして、まあ、この後そこで朝食食べようと思ってるので、まあ、今回ちょっと15ドルのモミールバーチャーはね残すしておこうかなと思います。まあ別にね無理して使う必要ないですからね。いや気持ちいいね、やっぱ青空、朝起きて青空広がってて、ちょっと気持ちのいい風が吹いてると、なんかそれだけで一日やる気が起こるというかテンションが上がりますよね。帰る前にちょっとですねホテルの外、またビーチの方にやってきました。昨日なんだけど夜の12時ぐらいとかでもね泳いでる人普通にいたんですよね。すごいなと思ったけど、結構夜中でも全然海海水浴してる人はいらっしゃいますね。まあさすがに2時とかに3時になるといないと思うけどね。はい、まあそんなわけで今日もハワイを楽しむ人で溢れています。もう朝今8時前なんですけども、もうすでに皆さんともあれかな、朝食も食べ終えて、まあ、今日の活動に動き出してるって感じかな。まあハワイといえばねアクティビティとかもまあいろいろありますからね。まあここに泊まってるのもアクティビティのうちの一つですけども、
はい、てなわけで、今回の動画はですね、ユナイテッド航空の保証を使って、まあ、ハワイで1泊2日、まあ、急遽滞在するというお話でした。まあ、あの一応ユナイテッド航空に関しては日本にも、ね、いろいろ就航していて、まあ、日本から、ね、利用する方も多いと思います。まあ、あまりこのホノルル乗り継ぎでアメリカ本土と日本を、ね、移動するって方は少ないと思うんですけども、まあ、同じように、ね、他の国で乗り継ぎがある場合でも、同じような流れになると思います。まあ、できればね、やっぱ今回ハワイみたいなね、超物価の高い国の方が、まあそれはね、ホテルの値段とかもやっぱ一泊上がるわけですから、保証内容としては、結構贅沢なパックになるんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとまあやっぱユナイテッド航空のアプリ、メールで全てバウチャー完結するっていうのが非常に便利だなと思いました。日経アラインとかにもね、こういうシステム、こういうなんかスマートなシステムっていうのをね、ぜひいろいろとね、導入してほしいなって改めて思いましたね。まあ、デルタ航空やアメリカン航空はどんな感じになってるのかっていうのは知らないんですけども、もしね、デルタやアメリカン航空で、最近保証を受けたってことがある方はね、どういう風な流れだったかっていうのをぜひ教えてください。まあ、ユナイテッド航空は確かに遅延する航空会社ではあるんですけども、まあ、でもやっぱりね、便数も非常に多いんですよ、ユナイテッドって。もう世界トップレベルに1日の飛行機飛ばしてる数多いので、まあその辺はね、多少は致し方ないのかなとは思います。まあ、やっぱ安全第一で飛んでほしいから、まあ、ちょっとでも不安あったらね、運航を遅らせててもいいので、無事にね、飛ぶことがやっぱ大事ですからね。そんな風に思いました。まあ、今後もですね、あのユナイテッド航空は使っていくことになると思うんですけども、また何かしらね、トラブルに巻き込まれた時、ちょっとワクワクする自分もいるなと言っておきます。あんまりお声を大きくしては言えない。あ、虹かかってるよ。まあいいね、最後にいいの見れたわ。はい、というわけで、今回の動画はですね、この辺に終わりたいと思います。まあ、この後僕はですね、空港の方に移動しまして日本に帰国します。次回ですね、 ANA フライングホノルルプレミアムエコノミーホノルルから成田までの動画やっていくんで、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。